皆さんこんにちは。株式会社識学の後藤翔太です。このチャンネルでは皆さんからの質問を通じてチームでよりよく働くためのヒントをお伝えできればと思っております。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もですね、元ラグビー日本代表で現在は識学コンサルタントとして、またラグビーの解説者としてさまざまな企業やチームをサポート分析している後藤翔太さんにお話をお伺いします。お願いします。お願いします。目標設定っていうのは本当に大事で、そのさじ加減によってメンバーのパフォーマンスっていうのは大きく変わってくるというふうに思いますと。こんな人ってなかなかいないかなとは思うんですが、例えば単純に「いやもっとお前売り上げ上げてこいよ」とか「なんでお客さんのそういう要望に応えられなかったんだ、もっと応えろよ」みたいな、それって非常に曖昧な指示または設定ということになりますと。僕この間ちょっと、高校生のラグビー見に行った時に監督の指示がね、選手たちに対して「アタックの時間が攻撃の時間が少ないぞ、もっと攻撃しろよ」っていう指示をグラウンドの横から出してるんですよ。僕はそれを聞いて、確かにアタックの時間が短いのは事実だが、それを伸ばせっていう指示をされても、目標設定を瞬間的にされてるわけなんですが、じゃあ何をすればいいのかっていうことが全くイメージできないわけなんですよ。どこを変更すればその最終ゴール、その状態が変わるのかっていうところは全くイメージできないんで、その指示を受けた選手たちのアタック攻撃時間が伸びるということはまあないっていうところを僕は見てきたんです。その曖昧な目標設定、メンバーのイメージがつかないところで設定したところで、決してメンバーたちの行動は変わらないなというふうに思います。目標設定に関しては間違いなく具体性がなければいけないというところがまず一つですね。次にじゃあ具体性があれば良いのかっていう話なんですけれども、例えば営業成績のところでいくと、月に1000万の売り上げねとか500万の売り上げね、いくらでもいいんですが、その設定っていうのは例えば数値化することもできているし、具体性はあるというかね、定量的にはなっているので、とにかく売り上げ上げてこいよよりはマシだと思います。ただじゃあ、1000万売り上げ上げてこいよ言ったとて、営業に向かうメンバーにおいては、じゃあ1000万どうやったら売り上がるんですかみたいなのはもっとブレイクダウンしないと、結局一生懸命頑張るだけ、結果を迎えた時に、1000万いけました、もしくはいけませんでしたっていう風な結果が、1000万いくかいかないかっていうところなだけなんで、狙ってその1000万っていう例えば目標に持っていけるかというと、まるで持っていけないっていうことになると思います。なのでよりまたブレイクダウンが必要になってくるということですね。その瞬間瞬間の行動やプレーを変えるような、本能を動かすような刺激の入る目標設定じゃないと意味がないっていうことになります。本能でナチュラルな行動を変えていかなきゃいけないってことになるので、そういう設定をうまくしていかないと本能に従うパフォーマンスを変更させられないっていうことなんですよね。人はもうついつい自分にとって心地いいナチュラルな状態でプレーしたり仕事をしたりしたいと思うので、そのリーダーとしてはチームパフォーマンスを向上させるためには、一人一人がナチュラルじゃダメなんです。一人一人がチームの目標目的を達成するためにそっち側に動かしていかなきゃいけないので、ナチュラルに行動させてたらそのチームの目標って絶対到達しないです。だからそこをナチュラルな、判断基準、価値基準みたいなことをぐっとそのチーム側の価値基準に合わせるような設定を持ってこれない限りは、そのメンバーのパフォーマンスが変わるってことは絶対ない。なので例えばもしその営業のところだったとすると、僕だったらコンプライアンス的に許されるかどうかはちょっと置いといて、例えば営業のトークを毎回録音する。でそれを上司が例えば確認した上で、この瞬間になぜこの発言をしたのか、ここのところでこういう言葉を持ってきたら相手のその印象がまるで変わるはずだ、そういったところまでのアプローチが絶対に必要だというふうに僕は思いますね。ここでこういう提案ができれば、この相手はこういう風に変わったはずだ。そういう風にフィードバックされると、確かになんとなく今こういう風に発言してしまったなとか、まあ表情までちょっと捉えられるか分かりませんけど、ついつい癖でね、なんかこういう風な表情をしてしまった、こういう所作をしてしまった、この一つが相手に対して印象を例えば悪くして契約につながったとかつながらなかったとか、そういうきっかけになる可能性があって、自分では見逃している、要はナチュラルにパフォーマンスを出しているところに、確実に何か改善点があるはずなので、そこを刺激できるような設定またはフィードバックにならないと、単純な目標設定で動ける人は才能がある人なんで、それはそれでいいと思いますけども、できない人も当然いると思うので、それぐらいのアプローチが必要だと思います。コーチングの研修を受けたら、実際に例えばデモンストレーションのコーチングやったりする時があるんですけど、その時にマイクをつけられていて、その喋ってるマイク音声が全部拾われてるんですよ。何がいいかを置いといて、当然その目的によるのでトークが全部分解されて、何%具体性のあることを言って、どれぐらい定性的なことを言った、コーチングしている姿をもう映像またはその音声で全部チェックされて、分解されて、コーチングが果たして良かったのかみたいなことをフィードバックして改善していくんです。それぐらいの細かさというか、深く追求して設定しないと、人のナチュラルなパフォーマンスの変更には僕は至らないなというふうに思ってますし、要するにその目標設定をするだけで、その部下メンバーが目標に到達できるのであれば、そんな簡単なことはないし、まあ、それができているのであれば、それはもう能力も高いし問題ないと思います。ただ目標設定をするだけでパフォーマンスが変わってないっていうところであれば、もしくはもっと言うと、その目標設定ってつまり目標でわざわざ掲げなければナチュラルな状態では届かないからこそ目標設定するってことなんで、ナチュラルな状態からチームが求める方向に動かしていくっていうところになると、そのメンバーまたチームの人たちがどのようなまあ価値観だったり判断軸に従ってそのパフォーマンスを出しているのかというところまで奥深く突っ込まないと、本質的な変更っていうのはなかなかないと。だから上司またはリーダーっていう呼ばれる人たちは、本当にメンバーのことをしっかりと理解した上で、どこの設定を変えるとその人たちが本能的にナチュラルな状態を出し、そのチームが求める行動パフォーマンスを出すことができるのかということをしっかり狙っていかないといけないと思います。つまり難しいと思いますし、でもだからこそマネジメントの人がいることによる影響度っていうのはチームにとっても非常に高いものになるし、リーダーとして選ばれてるからにはそういうこともできなければならないんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい。